よし、どうもカメです。ということですね、今回なんですけれども、アサルトライフルランキングやっていこうかなと思ってます。恒例のやつですね。でですね、ちょっと俺今、めっちゃ腹痛いのよ。なんか大豆腐ってたんかな、なんか大豆食ってからめっちゃ腹痛くて、ちょっと待って。アサルトライフルランキングを作ってみたんですけども、バランスいいっすね。何言ってんのお前みたいな感じのことね、言われそうなんですけども、ピース、あ、間違えた。例のやつですね。ボルデモートみたいな感じにね、もう名前を言ってはいけないあいつみたいな感じになってるんですが、あいつ以外はガチでバランスがいい。多分ね、人によっちゃね、2位から10位はマジで順位とかっていうのがね、変動、ばらついてくるんじゃないかなと思ってます。皆さんもね、ぜひぜひ、いや、こっちの方が、まあ順位高いんじゃないかな、みたいな感じのコメントがあったらよろしくお願いします。早速やっていきましょう。レッツゴー。それでは早速第10位からなんですけれども、魔王ボスね、一応ね、こいつはその、海外でさ、ランキング見てみたいよね。今シーズンの海外のランキングどんな感じなんかなみたいな感じに、たまたまね、その、俺と同じような感じに、AR ランキングっていうのをやってる人がいたんですけれども、ね、ピースキーパーを抑えて1位だったんですよ。ちょっと俺、海外の環境わからんかな。まあ、確かにね、強いっちゃ強いし、その強化も入ってるっちゃ入ってるんですけども、そんな魔王って皆さん強いですか？まあ、確かにね、その攻撃力っていうのはあるんですけども、やはりね、そのレレレも遅いね。わかるこれ。レレレ遅いし、やっぱそのレートが遅かったら、ピースキーパーのレレとかね、KSP のレレとかに対応できないし、あと ADS 速度も遅いしということで、まあ個人的にはですね、まあそんなに今強いっていう風な感じではないんじゃないかなと思ってます。一応おすすめのガス様はこんな感じですね。ね、モノリシックサプレッサーぐらいでいいかな。ダメージ射程距離アップは。それでは次で第9位なんですが、私はね、この武器だいぶ過小評価されてると思ってます。それがファバスですね。一応なんか今シーズンダメージ射程距離のアップとかも来たみたいなんですけども、もともと俺は普通に強いと思ってたし、しかもね、安定性ですね、アサルトライフルの中で一番その弾のばらつきがまあ少ないということで、まあその 20m とか、まあ特に中距離型ですね、近距離はうんちです。ごめんなさい。うん。です。マジで。でも、もう遠距離は、もうナースカーってレベルに強いんで、皆さんぜひですね、使ってみてください。まあ、デフォルトでその射程も長いっていうところがすごくいいですよね。てな感じで、今シーズンのおすすめのカスタムはこんな感じ、使ってみてください。それでは続いて、アサルトライフルの中で、おそらく威力、破壊力はナンバーワンでしょう。ODですね。まあ、おでんとも言うらしいんですけども、とりあえずね、もうわかるでしょ、俺の言いたいこと。ブラッドスローを復活させてくれ、マジで。レレレに弱すぎるんよ、もう、ピースキーパーとかでね、もう、みたいな感じのことされたらもう絶対当たらんもん。こう一発初段は当てれるかもしれんし、でもね、やっぱ初段当てるのも結構その難しいっていう人が多いんで、まあそのランクマッチとかね、まあプロゲーマーとか猛者の人だったらその初段をね、もうパパパーみたいな感じで当てれるかもしれないんですけれども、でもそのまあグラマスとかね、そのマスター隊の人たちが初段から当てれるかっつったら微妙なところであるんで、まあ個人的にはですね、まあ第8位ぐらいの性能でいいんじゃないかなと思ってます。おすすめのカスタムはこんな感じですね。それでは続いて、第7位なんですが、俺ちょっとね、炎上しそうな発言言うわ。AK117、弱いです。はい、もう AK キッズがね、もうプチーンってなって、お前バカにいるな、こんなの。お前の使い方が下手くそなだけやね。みたいな感じのやつがいるんですが、弱いです、AK117。やっぱもうね、まあ弱すぎるになったよ、こう、近距離ね。1,2,3,4 みたいな感じのことになったんですけども、正直言ってね、対応できないよね。これぐらいの距離でさ、そのピースキーパーとかこんなのブルブルブルみたいな感じの人どうする。あ、でもブラッドスローが復活したら強いです。てかね、運営さんマジでブラッドスロー復活させてくれ。なんかね、 KSP とかそのスイッチブレードとかね、なんかそのサイレント修正が来てるっていうお話とかをなんかドッキノさんとか IQ さんとかしてたじゃないですか。いや、そのサイレント修正の時にブラッドスロー復活させるような、てな感じですね。私はそう思います。以上、おすすめのカスタマーはこんな感じですね。使ってみてください。それでは続いて第6位なんですが、 CR ガリでですね、ちょっと炎上しそうな発言言うといいですか。 AK より強い。はい、もうね、AK キッズが多分ブチ切れると思うんですけども、 CR ガリルに関してはね、 AK117 より4発キルの範囲とかっていうのがやっぱりその広いんで、やっぱりその今シーズンね、もう旬どけするっていうのが大事なんですよ、ピースキーパーとかレレレ相手に。てな感じのことを考えると、まあ AK117 よりレレレですね、レレレ打ちに対しての、対応力っていうのはまあ CR ガリルの方があるんじゃないかなと思ってます。まああと、しかもこいつね、反動とか安定性もすごいね。カスタムこんな感じなんですけれども、流浄グリップテープはマジで必須、マジで必須っていうか、流浄グリップテープをつけるとね、溶けが全然違います。なぜなら割とこいつはブレる方の武器なんで、弾っていうのがね、流浄をつけるとその弾が、まあ、かなりですね、バラつきっていうのが安定しますんで、俺は絶対に流浄を押します。
それでは続いて第5位なんですが、 ASM10 ですね。まあ一応こいつはブランソンっていうアタッチメントをつけていまして、まあその新アタッチメントですね。まだ無課金さんっていうのは使えないんですけども、正直言ってのこいつね、もうなんかバカ強いかっていうか、なんかそのめちゃめちゃ荒れるかって言ったら全くそうでもないね。前段がその2点バースみたいな感じになるんだったらワンチャンあったかもしれないんですけども、こいつはね初段だけなんですよ。だから初段を当てれないやつはうんちっちですね。こんな感じに初段だけババーンみたいな感じのことを、もうショットガンみたいなね、亀裂をこう叩き出せるんですけども、あんなんね、もうなんかプロゲーマーとかね、あのなんか上手い人がこうなんかみんなそのランクマッチでね、そのなんかあの上手い試合だけをかき集めてる、厳選してね、なんか、いや、今日は ASM10 使っていきまーす。なんかね、うわ、初段から当たった強みたいな感じにやってるんでね、もうみんながみんな初段から当てれるってわけではないですね。だからね、あのまあ無課金さんでも手に入れれるようになって、もうみんながね、ASM10 だ。うわ、初段から当てられないぞみたいな感じのことにね、そのなったりしますんで、まあみんながみんながね、使えるアタッチメントではないんじゃないかなと思ってます。一応おすすめのアタッチメントはこんな感じですね。それでは続いて第4位なんですけれども、これね、バカなんちゃうかみたいな感じの声も飛んできそうなんですが、DRH マジで強いです。てかね、ランクマッチで意外と DRH いるし、DRH 普通に強いです。相手にいても。マジで。あのね、昼速に関しては CR ガレルの上位互換じゃないですか。で、まぁ、AK117 の5発キルと DRH の3発キルだったら、まぁ、DRH の方がまぁ、レレレ環境に対応できてるだろうっていうような感じだし、あとまぁ、おでんの方がその威力は高いんですが、こいつの方が明らかに安定性高いですし、やはり今シーズンにやっぱりそのかなりね DRH は合ってるんじゃないかなと思ってます。まあブラッドスローがあったらもっといいバランスになってるんじゃないかなと思ってますね。一応おすすめのアタッチメントはこんな感じです。使ってみてください。それでは続いて第3位なんですが、 M13 ですね。俺正直言ってね、第5位とかなんかもしかしたら AK117 と同じぐらいの順位で良かったんじゃないかなみたいな感じのことは思ったんですけども、やはりその俺はランクマッチの使用率ですね。ランクマッチね、なんか異常に多い M13、 そんな好きかみんな、ほんまに。なんかもうなんていうの、3度の飯よりオナニーかみたいな、なんかもう3度の AK117 より M13 かみたいな感じにね、まあ、ちょっと言ってることも自分ではよく分かんなくなってきたんですけれども、まあ俺は強くないと思うけど、そのランクマッチとかの使用率とかを見て私は第3位に入れましたと。まあでもアサルトライフルの中でトップクラスの相談数の、まあ相談数60発もありますし、まあ初心者には使いやすい武器なんじゃないかなと思ってますね。一応おすすめのカスタムはこんな感じ。ガチでね、あの流浄グリップテープ、マジでこれ最強のアタッチメントです。流浄グリップテープをつければ全てが解決する。それでは続いて第2位なんですけれども、エースバルスね。まあ皆さんこれは感じてもらえるというか共感してもらえるんじゃないでしょうか。でですね、もうレレレ環境の時にね、3つの鉄則皆さん知ってますか、これ覚えてますか。3つの鉄則があるんですが、まず1つ目、派遣武器には死体打ちをしろ。これですね。だから今シーズンはもうピースキーパー、もう派遣武器には死体打ちをしろっていうね話なんですよ。で、2つ目なんですけれども、相手を瞬どけさせろっていう話なんですよね。もうね、レレレされる前に殺せっていうね、やっぱりそのお決まりがありまして、やっぱりその攻撃力の武器、そのさっき言った DR1 だったり、まあその ASM10 だったりってな感じに、初段からって言ってね、もう相手にレレレされる前にぶっ殺せっていうお決まりがあるんですよ。で、3つ目なんですけれども、鼻くそをほじった手で iPad を触るなっていう話ですね。まあちょっと3つ目に関してはね、よく分かんなかったんですけども、とりあえずね ASM ってマジで強いです。あれね、まあでもランクマッチになんかまあいるような気はしないんですけども、俺はもっとあのアスバル使われてほしいです。ガチでアスバル最強。しかもこいつ自身ね、あのレレレ打ちっていうのができるんで、やはりもう SMG か AR か LMG かもうスナイパーかね、あのあとショットガンが分かんねえよって感じの武器ですね。一応おすすめのアタッチメントはこんな感じです。使ってみてください。それでは1位、ピースキーパーっすね。もうこれさ、俺さ、なんかピースキーパーを減らしたいから、こう1位をマンウォーとかにするって言ったらどう？多分ありますよね。俺は正直なこと言います。ピースキーパーが今シーズンは最強です。てかね、サイレント修正前入ったじゃん、なんか さっきも話したんですけどもね、ドッキノさんとか動画にしてた、そん時に入れるよな。だからこれなんでこのピースキーパーをなんかこんな運営さんは押すんすか。てかね、最近こう運営さんはね、こうレレレこう横移動速度をね、その速くすればね、なんか面白くなると勘違いしすぎないよ。レレレはね、てか俺一つ提案がある。運営さん見てたら実装してくれ。今のね、アサルトライフルと SMG ね、 AR と SMG、 この2つの武器種全てに AMG の移動速度マイナス 30% を入れろ。ヒル速とか安定性より今のゲームはどれだけレレレの速度が速いかっていうゲームになってしまってるんですよね。だから横移動速度が速ければ全てが解決するんですよ、このゲームは。まあ、てな感じにですね、ピースキーパーのおすすめのカスタムはこんな感じです。使ってみてください。てな感じで今回どうだったでしょうか。これからもですね、こういった動画上げていきますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイ。